はい、えー、まずスタートですね。えー、スタートは、えー、まずは、えー、6番ですね。えー、6番の、えー、星野選手、自らねここは取りに行きましたね。えー、そして、えー、1番の、えー、川口選手がその後ろという形になりましたね。 えーまずは、えー、まあこのレース、えー、先行選手が不在ですのでねやはり仕掛ける後続距離が短い選手が多いですので、恩、まあ、田選手も自力で戦うというような、ね、コメントもしてましたからレース前からどのようなレースになるのかなという形なんですけども、まあ、2番車取っていても、ね、恩田選手の場合は後方から抑えるレースしましたからやはりそういう気持ちは十分あったんでしょうね、えー、ですけどやはりね。 なな、えー、なかかなか甘くなかったですよね仕掛けると前が少しもつれたり、ね、しましたから本田選手も少し苦戦したと思うんですけども,でもやはりまくり足とか見てたら、えー、なかなかいい足を持っているなというレースをしてくれましたよね、えー、まず前からですね6番、8番、3番です、えー、星野大樹選手に阿部拓真選手成田和也選手ですね。 やはり星野選手からすると3番手に慣れた選手がついていますからね、まあ、ここはしっかりとした選考を含めての。 レース展開をしてくるんではないかなという形だったんですけれども、その番手についている阿部拓真選手が非常にいいさばきしてましたよね、その辺も注目して見ていきたいと思いますけれども、4番手には短期で桑原選手ですね、短期の走行です、そして5番手、6番手には4番、7番ですね、4番、7番、1番、畑田選手に村上選手、川口幸太郎選手ですね、この中部、近畿が前から3番目のラインですね。 そして後方から残り2周の青ワンバックですね、早々と2番の権田選手がレースを崩しに来ましたね、この辺は木暮選手を連れて、1回前に出てという形ですよね。ですけども、やはりここは6番の星野選手も、これ、1回インを切,って切られてしまうと後方に下がってしまいますのでね、仕掛けが遅くなってしまいますから、やはりここは1回突っ張ってのレースでしたね。 やっぱり成田選手に阿部拓真選手がついていれば、まあ、ここは先手先手でいきたかったんでしょうね。恩田選手も1回5番手に収まってという形ですね短期の9番の桑原選手はもう最初から東北勢、追走してましたから、まあ、非常にいい位置にいましたよねえそして後方から4番の畑田選手が村、まあ、上選手についていますから積極的に仕掛けていったわけなんですけども、まあ、ここで星野選手を、ね、かわすまでの勢いだったんですけども2番手の 阿部、えー、拓磨選手が村上選手をせり飛ばしましたよね、えー、この辺もガッツも良かったなと思います、えー、そして村上選手はその後ろですね、えー、6番の、えー、ここは えー、星野選手とやり合ってはいたんですけれども、えー、少し裁かれて後方ですよね、えー、そして番手から絶好で、えー、8番の阿部拓磨選手が出ていって3番の成田選手、8番、3番、9番ですね、よく原選手も最初から、えー、そこに照準を絞っていたと思います。839ででゴーール決着いたたたしししました第6レースでした